君は将棋好きか。はい。若き天才と呼ばれる17歳のプロ棋士桐山麗。しかし彼には家も家族も居場所も。ご飯一緒に食べていきませんか。いいんですか。得意だもんね。不幸ぶって人ん家に踏み込んで家族をめちゃめちゃに壊すのが。運命のライバル桐山麗を倒して俺は新人王になるんだ。どうして家出ちゃったの。出るしかなかったんです。てかお前ムカつくんだよ。負け犬でも見るような目しやがって。全部お前が決めんのか。将棋しかねえんだよ。強くなるしか。落ち着け桐山。舐めてんじゃねえぞ。あいつの病気は難病だ。宗谷当時神様の子供。全て将棋に奪われた。僕は一生かかっても君に恩を返すよ。人に伝わるのは結果だけじゃない。気づいたか。宗谷の秘密に。最後まで諦めるな。3月のライオン。